はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしんです。今日はね、アジサイの剪定方法について皆さんに教えていきたいと思います。今日はね、皆さんにお教えするのはこの鉢に入ったね、アジサイの剪定方法です。この鉢に入ったアジサイの剪定方法と地植えのアジサイの剪定方法ってまあね、ちょっと違うんですよね。で、このね、鉢に入ったアジサイ、多分母の日とかに、プレゼントされたアジサイとかはもう今だいぶね、こういうような状態になってきてると思うんです。花がいかれてきて葉っぱはもうピンピンしてるみたいなね、感じになってきてると思うんですよね。なのでこれをね、また来年咲かせるにはどうしたらいいかっていうのを皆さんに今日はね、教えたいと思います。でね、これをするにはね、だいたい7月中旬ぐらいまでにご了承しておかないと、来年ね、これ間に合わないかもしれないので、急いでね、まあ今見てる方は急いで、まだやってない方は、急いで、アジサイの剪定をしてください。ではですね、早速、行ってみましょう。どうぞ。はい、早速ですけど、こちらがね、今のアジサイですね。だいたいこんな感じになっちゃってますよね。でもね、すでに、終わった花とかはこうやって切ってあったりしてますね。まあ少しずつ花が傷んでいくんで、少しずつこうやってお花をね、ダメになったお花を切っていきますね。だからまあ、ところどころこういう風に切れた状態になってるんですけど、もうここまで来たら来年きちんとね、咲かせるために、剪定をして来年の、もう来年の花に向かっていきましょう。で、ね、結構ね、ハジサイの剪定方法がね、間違えてて来年咲かなかったなんていう人が いるんですけど、まあそれはね、例えばカットしたアジサイは、まあ2年後にね、お花をつけますよっていうね、ことを、言ってる人もいますね。ただ、まあその2年後、だからじゃあね、この鉢に入ったアジサイって、もうほとんど、こう見てもわかると思うんですけど、ほとんど花がついてたんですよ。だから、基本的にじゃあお花屋さんで売ってるね、アジサイは、全部こうカットしたら次の年はもう咲かないということになりますね。ただね、実はそんなことないんです。来年もちゃんと咲くんです。だからね、この鉢に入ったアジサイってどちらかというとこの剪定方法が悪いからだけではなく、基本的にはですね、この鉢あるじゃないですか。鉢がちょっとね、この植物に対して小さいんですよね。だから結構こうもう根まいてる状態になっちゃってます。これは見てくれよくするためにこういう風に生産者さんが出荷してくるんですけど、だからこの鉢をね、一回り大きいものに植え替えてあげて、追肥をしてあげると、今日ねお教えする剪定方法をしとけば来年もしっかり咲くはずです。なのでそのあたりをちゃんと皆さんね、覚えておきましょう。まずこの剪定なんですけど、これね、基本的にアジサイってこう見ていくとですね、この間あれ見てくださいました、挿し木の動画、あれでも言ったんですけど、こういうところにほら、こういうところに芽があるの分かります？こういうの、はい、ここが次の年ね、花芽に、花芽というか、ここから新しい芽が出て、そこから花が咲くんですよ。だから、ここね、ここのところに芽があったら、だいたいこう、二節目ぐらいをカットしてくださいとは言ってますが、まあ、ここの芽をね、芽道に、ここからビュッと出るようにビュッと出るというか、ここからこう花芽が出ていくんで、ここの上でカットします。いいですか？これカットします。その時ここギリギリでカットすると、この花芽を傷つけたりとか、あとね、少しここね、軸がこうしおれてこういう状態になるんです。感じてるから見てみて、はい、こういう状態なんです。こういう状態ね。なのでそれを踏まえて少しだけこう長くねカットします。この上でね、ほらこれとか見て、
と、もうここにこんな大きい芽が出てるでしょ、ほら見えますかね、ね、この上でカットしますよ、ここで。はい、であとはですね、まあ今のような感じで、ね、カットはしていくんですけど、やはりこの樹形をね整えるという意味では、形を整えていくっていう部分もね必要です。あとね、ここのね刃あるじゃないですか、ハサミ切る刃、この辺はいいんですけど、ここの切る刃のここの部分とか結構なんかね、このアジサイの剪定とかの動画を見てると、サビサビのハサミでねカットしてたりとかする人がいますけど、ハサミってそこからねバイキン入ったりするんで、あんまり汚いハサミはね使わない方がいいですよ。僕なんかもねこれカットする前に刃先をね消毒したりとか拭いたりするんですが、そういうように、雑菌が湧かないようなね処理をするといいです。こういうね下の方にこう茶色い葉っぱとかもついてるじゃないですか、まあ、せっかくなんでね、まあ、こういうのも全部ね一回ね掃除してあげて、きれいにねこうすっきりとこう風通しがいいようにしといてあげるといいですね。はい、こちらで剪定がね出来上がりました。だいたいもうね鉢植えに入ったアジサイ、先ほども話しましたが、鉢植えに入って売ってたアジサイっていうのはもう全ての芽にこう花がついてる状態で、売ってることが多いんですね。なのでまあこういうふうにほとんどこうカットすることになりますけど、ここからねこの鉢をねもう一回り、大きい鉢に植え替えて、でその時にねリン酸系の強い肥料、要するに肥料って窒素とリン酸とカリっていうのがあるんですけど入ってるんですけど、そのリン酸っていうのが強い肥料をあげるといいんですよね。だから、まあ、これなんかだとマガンプ系っていう肥料があるんで、そのマガンプ系の大粒なんかをあげとくと、多分ね来年お花咲きます。なのでこのように、鉢植えのアジサイは剪定をして、マガンプ系を上げて、鉢を一回り大きい鉢に植え替えて、マガンプ系を上げたら、とても良いです。はい、あとね、病気とか害虫の予防薬のために、オルトランとかをね、一緒に混ぜておくと、良いかもしれないですね。まあ、それでね、来年もバッチリこう、これ全部がね、こうびっしりこう同じように咲くとは限りませんが、来年もね、ちゃんとお花を探してくれますので、そのようにやっておきましょう。はい、このようにすっきりしました。たくさんね、脇芽が出てますので、こうね、すっきりさせることでね、こう、日光がね、こう中にも入るようにもなりますし、新しい芽がねどん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 こう動いていきますので、早めにねこのように剪定をしてあげてください。で先ほども言いましたけど、この鉢をね一回り大きくして、リン酸系の強い肥料、まあマガンプ系の大粒がいいと思いますけど、マガンプ系の大粒をあげて、で、まあ、病害虫のね予防のためにオルトランとかも一緒にあげておくと、まあ、大体ね、何事もなく来年も、花を咲かしてくれると思います。まあ、ただね、これ、まあ、じゃあ売ってたようにね、びっしり咲くのかっていうと、まあ、そこまではね、ちょっと、保証はできませんけど、まあ、やっぱりね、ちゃんとこう、お花はついていきますので、もうね、来年咲かないっていうのは、大体この、根まいちゃってて、こう、根っこがびっしりここの鉢の中に詰まっちゃってて、ね、根詰まりしてるような状態のものが多いんですね。なので、まあ、そういうことの方が多分原因だと思いますので、この鉢を一回り大きくするということで、それを解消してあげて、で追肥をねしてあげるというのがベストな状態だと思います。はい、ではですね、
このアジサイの剪定、だいたい7月中旬ぐらいまでに、やっとくとベストなので、ぜひね早めの剪定をやってみてください。はい、この動画が役に立ったよという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではですね、また次回皆さんのお役に立てる動画またはレッスンでお会いしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。